コンティニュー回数が決まってるっていうかね。じゃあ50だ。これね。これも 3D シューティングなんですけど、あ、これさっきのアクションで、今度はシューティングですね。ダメです、9なんだけどね。これシューティングなんですね。はい。これも初めてやれます。なんかオペレーションオフみたいな感じでもありますけどね。ああ、一発で死ぬか。難しいね、結構。普通に考えたらたった一人の人間がこんだけのね敵に挑むこと自体が無謀ですからね。一人の人間が奇跡を起こす話ってことですかね。やられた。うえーってね、すごい濃いやつね。じゃやられてるな、お前。まあね、あ、一人の人間がね、ヘリとか倒すこと自体がすごいですよね。ロス戦か。あ、ロス戦や。あ、倒した。あ、焼かれた。一発やられるもんね。難しい。 いやね、相手 にこうね、狙いを定めながら避けるって言ったら難しいよな。狙いを定めて、さらにそれ攻撃もこの攻撃も避けなきゃいけないわけですから。よし、クリアした。あら、今あれで挟まれて、バーって向こうに持っていかれただけで今死ぬんやね。死んだことになるんだね、やっぱり。
難しい。いけねボス戦回。やられる声がすげえなんかリアルっていうか。よし倒した。オペレーションウルフより難しいですねこっちの方がね。あ、これはあれだ、助けたんよね。あ、どっか行ってしまった。難しいなこのゲーム。結構ディック・トレイシーみたいな感じでもあるしな。オペレーションウルフにも近いし、マッドシティにも近いし、マッドシティもこういう面ありますからね。難しいな。あ、もうコンティニューできない。決まってるんやこれ。あ、できる。あ、できるやん。なんでできないと思ったんやろ俺一瞬。あ、そうか、クレジットを入れるの忘れてたんやね。うん、あ、そうか、これ、おしっぱでええんや。連打してた、俺、いちいち。おしっぱで、こうやって狙いだけ定めればいいのか。連打せんでいいんや。暗くなったのは何やったんやろな。焼かれまくり。はい、ちょっと今日はこのゲームこれぐらいにしときますね。はい、ちょっとセーブだけしときましょう。
どれだったっけな。うん。